本としては精神科は今日もやりたい放題っていうそのままの本と、大笑い精神医学っていうその2冊の本を書いてて、特にその大笑い精神医学の方には、そういう心理学とか精神学の歴史から、あとその心理学の昔のですね、偉いというか名が売れた学者たちが一体どんなことを本当はやってきたのかっていうことなんか書いてあるので、まあ、ご興味あれば読んでもらえばいいと思うんですけれども、実際その今のいわゆる精神医学でも心理学でもまさにそうですけど、先ほど言われたように僕も言ったように、人の精神良くしたりとかそれするための学問ではないんですね、元が。はい、これは歴史上追っていくと1800年代の中盤から後半ぐらいの話に差し掛かってきます。で、その時代って どんなことが行われてたかっていうと、結局観念としては優生学というものが必ず出てきますけど、優生学っていうのは優秀なやつは生き残って、まあ、バカは死んでくれみたいな、まあ、差別の典型的みたいな学問ですけど、違う言い方すると白人優生学という言い方でもいいです。はい、オーストラリアの中で白豪主義とかっていう言葉を使ったりとかよくしますけど、はい、白人はね優秀だから生き残ってもいい、黒人は全員ねアホだから奴隷にして殺せばいいっていう、これが簡単に言うと優生学ですけど、その優生学の考え方を、応用して作ったのが臨床心理学と精神医学です。なので例えばどんなことが行われてたかっていうと、精神医学、精神病院では、精神病の治療だとかって言ってやってたのは、例えばね、針のむしろにね立ってもらってずっと座っててもらうとか、それ治療です。治療です。あとはね、びっくりブローとか言って言って、毎回毎回何十回も要するにドボーンって落とすんですね。はい、それとか精神安定椅子とかって言ってどんなのかっつったら、こうやって椅子があるんですけど、椅子手と足全部縛り付けるんですよ。で首も動けないって腹も動けないんですけど、それに大体1日12時間ぐらいずっと座らせてて、でそれでずっと座らせて精神安定するまでそこに座らせておく、はい、それ精神安定椅子って言うんですけど、まあ、それが精神学とか心理学が実際やってたことです。で精神学っていうのは医学の肩書きを背負ってるので、医学的な病院でやらなきゃいけない、で医学的な肩書きでやらなきゃいけないですね。だから今薬を得たので、もう魚が水を得たみたいになってますけど、1900年代の前半の時は、有名なロボトミーといって脳手術をしてました。脳手術して前頭葉を取れば、はい、考えもパーティーも要するに廃人みたいになりますから、廃人だったら治療完了です。治療終了、良くなったというふうに判断されます。はい、これが実際のところその精神学をやってたことで、心理学の方は薬は使いません、使わないんですけども、その支配統制学といっても全く同じなので、要するに人間を心的にどうやって動物と同じようにしてコントロールしようとするか、これをずっと追求し続けてきたのが心理学です。で例えば有名な話だとパブロフの犬っていうのありますけど、パブロフの犬の話、まず条件反射で出てきます。パブロフって有名な心理学者ですけど、もう超有名な優生学者ですけどね、だからチャリチャリンって鳴らしたら餌を取りに来たって、話嘘ですから。嘘ですよ、皆さん知らない、知らない、僕の本の中にも書いてある、ちゃんとそれは歴史を見れば、本当の歴史を見れば書いてありますけど、もともとだからそのね、実験するときに犬のほっぺに穴を開けてるんですね。あれガーッてこうやってこれガリガリガリってこれ開けて、ここに穴これこうやって突っ込んでるんです、この唾液を採取するための、そういう穴を開けてるんですもうなんかここに穴開いてるんですよ、犬の。それだけで犬怒ってるんですね、簡単に言うと。で犬怒ってて、でそれでね、それを元にして実験するんですよ。で餌とそのチャリチャリチャリと音鳴らしたら条件反射でよだれ垂らすでしょっていう風な実験をしてるんですけど、それをねデータ修正しようとするんですよ。そんなことやってたのは心理学なんですけれども、その時にもともと音を鳴らしたらよだれが出るって、みんなよだれが出たっていう話がそもそも嘘です。30匹犬を実験したんですけど、よだれが出て、それで餌にありついたと思って本当に喜んだ犬は2匹だけ。28匹中、残り28匹でね、何匹かちょっと忘れちゃいましたけど、一番やったのは離されて、だから檻が出されるんですね、簡単に言うと。檻が出されたらいきなり最初にやりだしたのはその実験者の人間に噛みつく当たり前ですね。でやってたのはもちろん放置というか隠蔽ですね、簡単に言うと。で他にも例えばね、ワトソンという非常に有名な心理学者いますけれども、このワトソンという人は、自分はね親心理学者としては名が馳せた人で、多分
なんかウィキペアとか見てもすぐ出てくると思います。で、どんなことを主張してたかというと、子供は可愛がっては絶対いけないっていう、はい、で子供っていうのは愛情をかけてはいけない、うん、で簡単に言うと、まあ、ロボットみたいに犬みたいにコントロールしなきゃいけないっていうことをごく簡単に言ってた人 でその通りに実験して子供をね、例えばね、何点だったかな、だから箱みたいなところの中に何年も閉じ込めたんだかなとかちょっと忘れましたけど、そういうことを普通にやってた心理学者です。でその結果、その後の自分のワトソンの子供は20歳で、まあ、めでたくというと言い方悪いですけど、自殺した。はい、他にもいろいろあります。ウィルヘルム・ウントという非常に有名な、これはドイツの心理学者でね、心理学の祖みたいな人ですけれども、まあ、この人も、要するに人間は動物だから飼いならしとけみたいな、そういうことを言って、でそこから今の臨床心理学が始まった。はい、で今の心理学ってそういうものの流れの延長です、基本的に。だから問題解決能力基本的にはありません。はい、で大学で教わってるのはそれの延長でやってることだけです。だから彼らが解決できた人俺見たことないもん、本当に。はい、実際のところどうすればいいかわからない。心って何ですかって言われてもその心の定義も特にできないし、はい、魂って何ですかって言って、魂僕信じないけど、その魂って何ですかって言われても魂の定義もできない、心の定義もできない。じゃあ心はどうすればよくなるんだっていうことの方法論も実際のところない。だから、ね、やること簡単に言うと傾聴です。心理学者カウンセラーのやること傾聴、一生懸命聞いてあげてください、聞いたら治るって、治るわけないじゃんみたいなっていうことをひたすらやってる、それが心理学ですね。はい、でそれもカウンセラーもその延長でやってるだけ。それをみんな勉強して心理学を学んだ気になってます。でその時の病名つけたりとか、まあ、病名本来カウンセラーつけちゃいけないんですけど、はい、病名をつけた気になって喜んだりとかしてるだけですね。実際のところ問題解決能力ありません。そんなんだったら占い師の方がよっぽどマシに、そういう風な状況に実際になってる。だから別に僕はメンタルヘルスというかですね、なんでこの英語使わなきゃいけないかと、いい日本語がないんですね。はい、でその精神的な改善っていうものを別にやるなと言ってるわけではない。ただそれはその臨床心理学にも精神学にも今の医学にもないんです。方法論として存在しません、全くないです。はい、で、そういうものを振り返って考えていかないと、まあ、実際のところは本当の意味で問題解決にはつながらないでしょうね。心理学の中にもまだマシなものも結構あったじゃないかっていうこととか言う人もいます。はい、森田療法とかどうなんですかとかね、よく言われますけど、僕全然いりませんと思ってますから。はい、でやっぱり同じようなコントロールの考え方の中で、派生してきたことは否めないので、僕の中ではいらないと思ってますけど、まあ、そういう、ね、僕みたいな過激派じゃなくてもいいのかもしれませんが、いわゆる、心理学のそこから始まった歴史のことについては、もし興味があるんだったら勉強した方がいいし、まあ、その中でもし有意義なものがあるっていうんだったら、その有意義なものだけちゃんと実践すればいいんだろうと思いますけど、そういう有意義なものは全く実践されないで、まあ、今で言えば例えばカウンセラーなんかも完全に精神科医の手下になってますから、はい、精神科医の手下になってるやつは、まあ、はっきり言うと、ね、心理師とは言いませんね。心理学者とも言わない。昔は精神学者とかなり対立してました。薬出してどないすんねんお前って言って言う人結構いましたからね。はい、その学問の弱点を知ってたか知らないかは別としても、薬出してどないすんねん心の話でみたいな、まあ、いましたけど、今はもう全くいなくなりましたね。まあ、僕 もう見つけるの困難なぐらいいないと思いますので、まあ、そういうふうなこともなんか興味持ってもらえればいいかなと思いますね。はい、先生、その一見心理学でそのありがたいと言ってるようになんかいいこと言っていても、それは見せかけというか、まあ、なんていうんですかね、例えばね、人間の可能か、なんていうんですかね、統計的にこういう傾向があるとか、それはもしかしたらあるかもしれませんけど、そうすると今度はね、マスでしか考えなくなるのがまずありますし、それをそれぞれもちろんね、普通の人は分かるかもしれませんけど、それぞれ対応が当然違うわけですね。でもそういうふうなことをごちゃ混ぜにしながらやってますので、例えば今テレビで出てくる心理学者とかね、何人かいますけど、もう本当インチキばっかり言ってます。はい、もうどれがインチキってちょっとね言えませんけど、今は言えませんけど、思い出せないから言えないんですけど、もうテレビもう見てこのシーンのこれがとかって全部インチキだって言えます。どういう意味でインチキか全部僕言えますね。はい、全員インチキです。はっきり言って、はい、それがどんなね良さそうに聞こえること言ってる人であろうと、基本的にはもう全員インチキだというふうに断言できます。はい、だからなんですかね、人間とかのね、その動物的な意味でのその心理動向のパターンっていうのは、もちろんいくつかのパターンとか
そういうのには分けやすいところはあるかもしれませんけど、それとまた別の問題だっていうふうなことは一応知っておいても損はないかなと思いますね。